あれ、なにこれ、すごいな。よし、何しようかな。もぐ。めっちゃ野菜やんねん。え、すずもな？よくない。もぐもぐとかするの。かわいいやろ。なんなんそれ。ちゃんとな、これ。これお肌も。おお、ちょっと聞いてよ。なになに？これはお肌も綺麗になるしな。美肌効果みたいな。そう、で、ちょっとな、顔がキュッてなる。あ、ちょっと、やばい。使ってなかったまな板使う。あ、なんか切りにくいなって言った。人参の皮目くんの忘れた。なんで人参の皮目くんのめくるってか、あれ、何むすなピューラー。うん、すんの忘れてた。え、人参はそのまま食べようとしてたん。そう、なぶな、なんて、あ、細かく結構切ったからちょっと怖いわ。よし、すごい、キロのコストコがめっちゃ映ってる。コストコ行ったことない。行ったことないの？行きないの？行きないよって。でコストコ、コストコってあれ入れるんやろ、なんかチケットみたいな。チケットじゃない、カードな。あ、カード、会員カードがいるよ。持ってんの？持ってるよ。え、じゃあ連れてってくれたらいいやん、行きやとかじゃなくて。うん、そうやな。うん、でも無理やろ。え、今はな。うん、なんか作りながら言うのもありやけど、たこ焼き食べたいわえ、最近タコパしてん、またお家で。そう、いいな。お兄ちでも食べたもんな。うん、美味しかったな。え、すずお家もあれなんだっけ、あの美味しいたこ焼き器。え、し、うん、多分、うん、あ、怖い怖い怖い。え、定期欄取ってよ。お姉ちゃんに言われたくないねんけど。お姉ちゃんに言われたくない。お姉ちゃん聞いたことないから。そうだってないわ。ほんま？料理してる？してないよ。だからチャーハンしか作ってないね。チャーハンしか作ってないの？チャーハンしか作られへん。やば、オクラが一旦できた。使わない。やばい、オクラが傷んできてる。オクラ、うん、人参と切り方あんのかな、いっぱい。火通りにくい、薄い方がいいじゃん。え、さっき言ってよ。どうやって切ったん、見せて。これぐらい。あー、それカレーのサイズじゃない。いや、こっからまた細かくすんの難しいやん、その切ったの。だからどうやってやんねやろうってずっと思って。ほら、もうちょい細かくせなって言ってるわ。もうちょい細かく、うん、人参ってもめっちゃ火通りにくいよな。人参火通りにくいで。もうあれじゃない、チャーハンならみじん切りぐらいでいいんじゃない。え、その人参のみじん切りってなんなん。え、人参のみじん切りってなんなんってな。やったこと、やったことある、そんなの。いや、人参か、使わんな、あんまり。知らんねんけど、人参のみじん切りって。みじん切りは知ってる？
え、玉ねぎとかやろ？うん。知ってる。玉ねぎとかやろっていうか、みじん切りは別にやるよ。なんでもみじん切りって。そう、わかってるわ。何してたん今日？今日は、お昼に、うん。ショールームして。ショールーム？あ、ショールームか。え、なんて言った？ショールームって聞こえて。ショールームって何やろと思って。ショールームか。ショールームして、うん、お昼ご飯食べて、うん、で、ぐーたらぐーたらして、うん、今。え、無視？言ったのに無視？なし。あ、さ、あ、聞いて。何？最近な、うん、ナスとズッキーニを食べれるようになった。食べられへんかったん？そう、あんまり、あの、そう、好きじゃなかったん。でも食べれるようになった。てか好きになった、できるやつ。よかったよ。美味しかった？美味しかった。なんかさ、うん、あっさりしてるっていうか、うん、ナスいいなと思った。うん、え、話してんねん鈴が。感動すな。いや玉ねぎ鈴。お、切れんの？玉ねぎ切るの大好き鈴。失敗せんとってや。チャーハンに失敗も何もないやろ。え、何これ、もういいよこの。いや、チャーハンじゃない、玉ねぎ切るのほんまに好き、すず。お、すごい、めっちゃ綺麗に。うるさい。何が？で、めっちゃ綺麗に向けた。あ、ほんまや、すごい。一回で。玉ねぎってどうやって、玉ねぎもみじん切りでいった。みじん切りだろ。みじん切りだろ。玉ねぎこそみじん切りじゃない？玉ねぎのみじん切りいったい。え、待って。違う、鈴がやってんのみじん切りじゃない。え？え、こうやって縦に切ってったらあかんの？縦に切って横に切るね、細かく。え、どういうこと？え、どういうことって、どういうこと？縦に切って横に切んねん。あ、縦に切っていい？うん、いいよ。手に切ったら、あれになるで。普通にカレーみたいな玉ねぎになるで。え、それでもいい？別に。まっすぐがいいならいいよな。うん、まっすぐがいいならいいよ。OK。お肉焼いちゃう。え、ちょ、猫の、あ、怖いよ！すいません、なんか嫌な。ちょっとすいません。何してんの？ちょっとなんか迷惑な音を出してるかもしれん。そんなことない。うるさいってこと？うん、ちょっとカシャンとか。ほら、見せて、切れたやつ。ちょっとゆっくり切ってや、手切らんとってよ。切らへん、怖いわ。はい、でかっ。じゃあこれさ、でも炒めたらこうやって取れていくやん。チャーハンにすんやろ。うん、このサイズのチャーハン。え、でもすずこの切り方しか知らん。あー、じゃあまあ好きなように作ってみ。どうなるか分からんけど。え、てか、あの、チャーハン、ずっとこの切り方でやっててんけど。今まで？
うん。そうでしょ。あかんかったってこと？いや、あ、でもなんか声さ、あの玉ねぎってさ、うん、最後さ、これぐらい絶妙に残ってしまうやんか、切りにくくて。うん。だからこういうのは横に切ってる。ほら、チャーハン用大きすぎ。適当に、とにかく切ったらいいやって。オッケー。じゃあちょっと次、ピーマンをお母さんに彩りで入れた方がいいよって言われて、うん、ピーマンをな、この前さ、あんさ、聞いて。何？なんか自粛期間中にさ、めっちゃ脂肪燃焼スープ流行ってたん知ってる？知らん。脂肪燃焼をさせてくれるっていうスープがあって、トマトとか使って、うん、それをな、作っててんやん、一人で、うん、で、いろいろなんかまあ、玉ねぎとかキャベツとかトマト缶とか入れてて、玉ねぎもまあ入っててんけど、ピーマン好きじゃないねんな、うん、そう、それで、でもピーマン入れないとなと思っててな、ピーマン入れて全部入れた時にお母さんがパーって様子伺いに来てくれて、スープ作ってたら、うん、で、あ、できてるやんできてるやんみたいな感じで言ってて、ちょっと待ってって言われて、あんたピーマン中の種取ったって言われて、え、で、そんなん取るなんて知らんからさ、知らんか、そう思ってたの？うん。やばい。いいよ。もうヘタが入ってた。ピーマンの種食い女やな。びっくりした、ほんまにそれは。でもなんか美味しいやつもあるんだよな、ピーマン。え、らしいな、なんかピーマンの種が甘くてみたいな、この前のが聞いた。ピーマンをちょっと。ピーマンってじゃあどうやって切ったらいいの？ピーマンも、ね、チャーハンやから全部お姉だったら細かく切るけど、わからん、すずの食べたい。え、じゃあまずさ、ここまず真ん中割る、ここ、もう真ん中割るしかないよな。いや、違うで。え、なに？種を取んねやろ？うん、種って切ってみ？あ、下から？そう。え、で、どうやってやるの？え、普通に手で取れるで。あ、すごい。取れたやろ？うん。え、でも、ほんま合ってる？これで。え？合ってるかは分からん。お母さん帰ってきてよ。え、これさ、ピーマンさ、植えとったやんか。うん。下も包丁で切る？え？下も切る？下はお姉は切らん。切る人もおっていいってこと？いや、わからん、どうなんやろ。聞いてみ。え、こっからどうやってやるん？どこは適当に切っていったらいい。一回すずの好きなように切ってみ、全部。よかった、うん、あ、なんかでもそれっぽいっちゃそれっぽいかも。え、てか、うん、あれ、すずピーマン食べられへんねんな。でももう食べれんねやね。うん、食べれるけど。え、なんか嫌やからやめとこ。何入れんの？玉ねぎとピーマンと。人参と、うん、あとシーフード。あ、ダメだ。
シーフード冷凍？うん。アヒージョ食べたい。でもいつもは、うん、お肉とか入れたりする。ああ、鶏肉とか？うん、なんか家にあるお肉やから何肉かわからへん。お肉の汁わかんの？お肉の汁わからへん。でも多分牛肉？ああ、牛肉。姉ちゃんは今鶏を焼いてます。鶏食べたい。焼いてます。いいな。お姉ちゃんなんか炊飯器壊れてんけど。かわいそう。かわいそうやろ。買ってすず。すずさ、欲しいお財布があんねん。うん、おい、キティ、いたずらしに来たわ。欲しいお財布があんねん。すずも炒めていっていい？うん、できたの？うん、チャーハンのやつにしてや。いいよ、これ。何それ、ピーマン？うん、こちらです、ってやつ。お、でかいけど、ちょっと炒めてみーじゃん。なるようになるから、チャーハンなんて。チャーハンってさ、うん、ご飯から炒める？うん、具材から炒める。シーフードを炒め、よく炒めた方がいいって言われたから。シーフード、あ、そうやな。でも炒めてから長いから蓋してちょっとね、こもらした方がいいんじゃない？ OK。 お腹すいた。味付けはどうするの？これです。あ、出た。もう香味ペーストしか勝たんって感じ。手で美味しくなるの？ね、使ったこともあるよ。めっちゃ美味しくなる。マジでこれ入れとけば、ほんまに全然大丈夫。ね、ついてんのかな、これ。私はサラダに作ってます。サラダに全部のせる野菜も。サラダ食べたい。今日はサラダ作るって言ってたやん。なんでチャーハンになったの？サラダってなんか作られへんやん。どういうこと？難しそう。なんかいろいろサラダやる。うん、シーフードって洗った方がいいの？うん、冷凍でしょ。うん、さ、ニンニク食べちゃった。すげえ。なんか温まってるか分からへんねんけど。温まってますね。ニンニク食べちゃった。嫌いなん？ニンニクそんな中全部入れてない。食べたことないから分からへん。あー、なんか嫌な。まず、かわいそうなお姉ちゃん。